ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。よせ。元刑事とはいえ一般人である誠を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか。おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのまま神室町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ。大吾の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって。こうなったらあいつを頼るしかない。花屋か。ああ。何か掴んだら連絡する。